当時のグレン・ラガンがこの 4K HDR 化された高画質で今皆さんも今見ている最中だと思うんですけれど、はい、こう改めて見ると結構こうバキッと色が鮮やかに出てると思うんですけど、結構目にね来るんじゃないですか今井さん。そうどういう意味なんですか。どういう意味で目に来る。いやでもやっぱ綺麗に、うん、僕もその1回チェックで先に通して見させてもらったんですけど、まあ、やっぱり綺麗になってるんですよね。その光とかがすごいよく出てるのと、うん、やっぱこんな風になるとは思わず、当時テレビ画質で作ってるわけだから、うん、こんなに綺麗になってよかったと思うのと、まあね、その綺麗になりすぎたことで見えてはいけないものが見えたのは、だいぶ修正してバランス取ったんで、そうですね、かなりバッチリな状態に 今なってるとは思いますね。これでもね、本当はねグレパラで吉成さんのパートだったやつですよね。そうですね。そうで、これがあまりにも素敵だったんで、映画の冒頭に使わせてもらおうって話から始まってましたよね。吉成さんがね、うん、個人作品のつもりで作ったのに、うん、本編に正規のね接収されてしまうっていう、うん、なんか吉成さん怒ってんじゃないかなと思うんですけど、お前のために作ったんじゃないかみたいな、ね、ほら要するにグレン・ラガンのデザインがどうしても気に食わなくて、そのかっこいい俺のロボは絶対このね、こっちの方だと思ってやってたわけですよね。これだから吉成さんが怒ってたかはちょっと記憶に残ってないんで、後で聞いてみたいんですけど、これ僕当時このグレパラの吉成さんのやつ制作担当してたんですけど、僕はすごい悔しかったですね。何が？こうグレパラっていう、こうちょっとこうスピンオフで吉成さんとめちゃくちゃいいもん作ったなと思ったら、まさかその直後に劇場版に利用されてしまったみたいな。それがね、資本の搾取っていうやつだよ。そうなんですね。こうやって僕らも一つずつ大人になっていきましたよ。老人のほうが若い頃こんなに2枚目だとは想像してなかったですね。まあでも言い訳、まあ、当時も何度もしたけどね。いやルールを破ってるんですよこのグレパラは。え、どういうこと？グレパラは本編に関係ない話だったら何をやってもいいだったんですけど、完全に本編に抵触してるんですよこれは。いやこれ全然本編と設定と全く違ったじゃないですか。ロージェノムなんか本編に出てこなかったし。どういうこと？また新設定が出てきた。あれはどう1話こうしてみるとかなりがっつり入ってますよね。いやすごいですよ、うん、さっきチラチラと、ね、見ましたけど、なんかもう途中のところもなんかテレビシリーズは思えないぐらいが入ってて、やっぱりどうかしてたなと思って見てましたね。あ、そう、1話はかなり丁寧に作りましたね、うん、だって1話さ半年ぐらいかけなかった確か、うん、かけました半年以上かかってます、うん、ですよね。当時放送がずれたんですよね。そうだっけ。そう伸びたんだよね。そう半年ぐらい放送が押したんで、うんうんうん、序盤の話数はだいぶ制作期間が長いはずなんですよ。そうそうそう、だから1話がほとんど完全に絵が入ったところでアフレコしたから、うん、声優さんたちがどよめいてて、ですごいこのアニメはって言ったけど、そんなうまくいくと思うなよと思いながらすぐに白くなった。すぐ白くなりましたね、うん。いや一応確かそうですよね、声優さんたちにも、うん、本編見せたよね確かね。うん、撮った後かな、撮る前かな、こんな感じですって言ってバイトできてたから、うんうんうん、一応はかなりアクションもあり、うん、結構キャラクターの日常芝居もしっかり入っていて、うん、見応えかなりあるんですよね、うんうん、最近15年経って、うん、大塚さんの絵コンテに書いてた、うん、ちょっと合体失敗版のグレン・ラガンが、うん、こう15周年記念で出てたおもちゃでも再現できるように、うん、なっているのは個人的にはこうグッときたグッときますよ、ね、ポイントです、うん、頭おかしいと思って。だから伸ばせない、伸ばす前のやつでね。そうです、新築品な感じのね。そうです。デザイン面とかも今改めて見るとキャラクターとかもちょっとこう漫画的なディフォルメが入ってて、なんかこう背景もキャラクターもこうなんていうんですか、かなり情報が整理されていてすごく見やすい画面だなっていうのが、でもさやっぱりベースになってるデザインがまあなんていうのいいから古びないよね、うんうん、15年前のアニメとは思えないと僕は思うんですけどね、うんうん、やっぱオーソドックスになって、まあ西堀君のやっぱセンスだと思うんですけど、うん、そうっすね、うん、
彼は思った以上に絵が上手いんですよ。思った以上って いやずっと付き合いが長い人、うん、すぐ忘れちゃうんですよ。あ、絵が上手い人、もうこの人絵が上手いな当たり前だしなとかつい思っちゃうんですけど、うん、ふとした時にいや上手いなこの人みたいな、とか思って、いや上手い人はいっぱいいるからね、でも上手いっすよね。一話はやっぱ修正がめちゃくちゃ入ってるじゃないですか、西堀さんの。あ、改めてさっきのちょっと陽子と神田とシモンがこう通路とか穴の中を移動するシーンとか、もうあそこら辺も全部大体西堀さんの作家がしっかり入ってて、いやというかね、シモンの顔とかって割と難しいと思うんですよ。難しいですよ。だからこれやっぱり1話でこれだけ修正入れて、このキャラのなんていうのはこういうことですよって作っとかないと、ね、下手するとなんていうかな、こう、ギャグ漫画顔になるから、ね、と思うんだけど、こんだけ白目が大きくて黒目がちっちゃいのってね、やっぱりギャグ漫画ですからね、でもこれでもちゃんと芝居できるんだっていう、そうことを示しとくっていうことですよね。さっき真っ当なコメンタリーをしてるぞ。おかしいですよ。いや、いいことじゃないですか。だからね、やっぱりこの最初のこの会話、あの神野とシモンと陽子の会話って、一番最初のテレビの初回の時って結構テンポ苦労したんですよ、あの時にはまだやっぱり声優さんたちが僕の方のテンポに慣れてないんで、で何度も何度も撮り直したんですよね、ところが、劇場版の時にはもうスッと一発 OK みたいな感じになってて、そこにやっぱりこう慣れっていうのを感じましたよね。ありましたね、まあ、みんな若かったですからね。そうです、小西さんは結構場数踏んでたけど、新人時代、新人2人だから、それはね覚えてますけどね、あの音響監督の中野さんがちょっとこの若い人たち育てたいんで、頑張りましょうみたいなことをやってだったからね。いや、そう思うとでも小西さんは本当最初から神なんでしたよね。いや、そう、あのやっぱオーディションの時も一人だけ声の温かさが違ったんですよね、もう聞いてもこの人で行こうって、やっぱり一発決めみたいな、ただ叶うだけじゃなくて、その裏にある粋さみたいなものまでちゃんと小西さん出してくれてたんだよね、覚えてますね、よくね。あとやっぱ檜山さんがあのビラルのキャラクターを教えてくれたっていう、ね、そうか、ビラルは出落ちでいいんだっていう、出落ちがあんなに面白い人いないですからね。そうで、俺たちがゲラゲラ笑ってたら檜山さん向こうでムッとして、ムッとしてるっていうね、なんで笑ってんの、そういうので落ちたなって書いていったんですよ。そうですね、落ちたなと思ったって、俺たちはね、これだっていう、ね、ユニークって気持ちで、すごいものを手に入れたっていう感動がありましたね。いや、でもここに始まり、こうね、15年経っても未だにね、長い付き合いを、長い付き合いですよ。僕はあの、ね、他の作品でもね、あの、はい、お呼びしてお願いしてますけどね、やっぱりうまいっすよ。うまいっすよね。しみじみとうまい。なんで転ぶだけでこんなにおかしいんだろうとかやっぱあるもんね。今井さんと大塚さんとか、この当時のアフレコだったり、収録の思い出ってありますか？ね、一応覚えてるのは、俺らが終わったらみんな飲みに行ってたなっていうの、そうですね、でしたね。そんなにないっすよ、みんなで飲みに行くとか。あ、でもキラキラも飲み行ってたよ。確かに。だから基本的にあのほら、あの一番こう最終の要するに夕方からのアフレコにして、その後飲みに行けるようなシフトにしてましたよね。そうですね。その後割と朝一の収録が多かったんで。あ、そうだそうだ。最近あんまない、ないですよね。ないし、まあ今行けないしね。そう、あ、確かに。いや、本当に飲んだ思い出が強いですね。もうだいたいその途中になると飲み会を僕は退場しなきゃいけないっていう、あ、そのそうだ、監督コンテ書いてくださいっつって、あの乾杯だけしたらもう帰るみたいな。そうだね。そんな思い出ですよ。あの松本君がタンダード連れて帰ってたよね。そう。でも制作中なんてもう忙しすぎて、今井さんアフレコとかダビングとか編集の時も常にカット袋持たされてね。あ、そうね、あの、そうでしたね。チェックだけで時間を使ってられないから。いや、ここですよね。やっぱこの絵がやっぱりなんか決めた気がしますけどね。やっぱこの開放感みたいなものがちゃんと出てるっていうか、アニメでこの空気感出せるんだって僕も思いましたし、すごいな今井チームって思いましたよ。でもこの時はやっぱそのイメージボードをもうあらかじめ仕込んでやってたっていうのが、まあ結果が出たかなとは思ったんですけど、ですよね。15年前のアニメの現場的にはやっぱイメージボードっていう工程があるのは結構新鮮だったと思うんですよね。そうなんだ。まああとテレビじゃやんないですね。やらないですね。まあ、そうだわな。まあ、基本的にどうかしてる人たちでやってたわけですね。一応やっぱね、
グレン・ラガンはほぼ全話一応イメージボード作って、うんうん、毎話数のカラーリングだったりシーンのイメージコントロールっていうのをしてましたからね、うん、まあでもおかげさまでだからこそ15年経ってもこうやって色褪せずにやれてるってことじゃないですかね。そうですね、こういう需要がまだあるというのがありがたいですね。ありがたいですね。でもね、本当になんだろう、グレン・ラガンが好きでしたみたいな人たち結構会いますよ。ああそうですか、うん、今のだからね30ぐらいかな、うん、そうすると中学生ぐらいでやっぱりハマってっていうことで、でちょっともうちょっと若いとキラキラなんですよね。まあどっちにしてもね、こうろくな人生を歩めないだろうなと思うんですなんてそんな人生なんてこと、ね、かわいそうにってこの人たちにもうちょっとまともなものを見せてあげればよかったのにと思いながら今まさにこれを聞いてる皆さんもね、うん、15年経ってこのパッケージを買ってくださってる方々ですよね。呪いがかけられてる人たちですよねちゃんと後々グレン・ラガンのパーツになりそうなパーツがね、うん、分かりやすく、あ、原作小隊長だ、原作小隊長のその後も確か俺書いたよね、なんかね、書いてましたよ、書いたよね全然覚えてないけど、原作小隊長なんか雇用いなくなくやってんじゃなかったっけなんだっけ、いやでも神梨ティでなんか神梨ティでなんかやってるんですよ、店やってるはずだよ、ね、原作小隊長は今石さんのデザイン、デザインは僕ですよ、ですよね、いやだから当時、うん、脚本で小隊長って書いてあったのに、うん、今井さんに設定頼んだら、うん、この見た目で上がってきて、うん、こいつが小隊長なんだどう見ても雑魚っぽいけどみたいな軍装以下だよいやだから叩き上げなんですよ、ああなるほどね、うん、ビラルがいかに異質かっていう、そうですね、僕は異様に刀が長いんですよね、髪の、あれそうですね、あれ、うん、あれなんだっけ、あの、うん、今井さんが長いと面白いと思ったんだっけ、いやそうですね、うん、あのこれも村長からもらっかっぽらった刀だけど、うん、なんかそう、うん、ここまでも長いっていうのをコンテで書いて、うん、レイアウトでもお願いしてたんですけど、うん、なんでそんなこと思ったの、え、いや面白いかと思っていきなりここ物理法則が狂うじゃないですか、そうですね、あでもこのくらい切ってるから長いんだね、うん、まあでも上がった画面見たら思ってたより長いなと思いましたよ長くしてって指示はしたけど思ったより長いなと、でも面白いからいいやと、うん、まあそういうことはそのなんていうの、そのリアリティレベルはまあそういうことですよねっていうくらいのところで見てねっていうことですよね、まあ、そうなんですよね、うん、そういうのをいくつか置いとかないとどんどん真面目になっちゃうんで、うんうん、でもこの印象が強すぎて、うん、あの今作ってるカミナのアクションフィギュアに付属する刀も、うん、通常の長さよりも抜けないぐらいの長さにしてほしいっていう希望を出してめちゃくちゃ長くしてもらいました